だいぶまあ木が増した方だったりは、まあ、低い木がほとんどだと思うんですけど、これ全部ハンノキなんですよ。はい。で、ハンノキしか生えてないのはなぜなのかっていうと、こう満潮時間になると海水に上ってくるので、海水に強い木しか生息できないんですね。バックボーダーなわけね。で、さらに、まあ、そこには泥炭があるので、うん、まあ、水分を多く含んでいるので、うん、ある程度の高さになると重さに耐えきれず倒れちゃうんですね。やっぱ逆流するのか。次はこの紙ハンド2点連結させてダブル手でご案内するんですよ。で、まあ、来週、再来週か、再来週も39名の方なので、後ろからガイドさん呼んで、だよね、手伝ってもらえます。ハンドなんて出すの？定価6秒出します。子供たちにはいい体験なんだよね。そうですね、やっぱり今の若い方たち、北海道来るって言ってもやっぱ札幌とか行きがちなので、一人で行く札幌行っても、まあ都会っちゃ都会なので、北海道らしいところに行くことはできないので、これ本流？あれ鉄道だよね。作戦大事だからな。というのが方向性ですね。うん。北壁がかかってるから。左側。
三万の差でなんかあるのかなと。来るの彼ら。大体10月の中頃ぐらいかなになるとこの左側の太いがほとんどなくなります。食べちゃうの？はい、全部食べちゃってなくなるんですけど、で今度なくなると食いしん坊な子はその川を泳いで右側まで食べに行きます。なんで結構秋時期と春時期まだこの左側の太いが育ってない時は江戸鹿泳いでるところがよくありますね。